はい。それでは、えー、ホープスールスって感じだステークス、本、えー、ちゃん始めます。はい、えー。いよいよラストですね。張り巻き人の後ですけど、行きましょうか。出走表。レッツゴーはい。それでは、ホープフルステークス出走表行きましょう。はい、えー。枠順決まりました。えー、投票、もう一般投票、えー、ネット投票も始まっております。 はい。で、えまあ、え注目の、え内枠ですかね。内枠には、え正直、えこれっていうのがおらんくて、まあ、トランインコですね。え3枠から、えまあ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 、骨っぽいのが揃ってきました、ということで。えタイムフライヤー、えサンリバル、ルーカス、フラットレー、ね、えあとジャンダルム、等々が、まあまあ中枠、あるいは、えジャンダルムが、え外寄りと、はい、えこういう出走、 えー、出走表示は枠順となっております。で、えオッズもね、えぇ、ー、歳 G1。しかも、えー、今年初めての中距離、この舞台で G1 と。はい。で、えぇ、アサヒハイヒューティリティステークス違って、えー、例年、例年っていうか、レベルが落ちると。はい。どれ来るかわからん状態ってことで、オッズが面白すぎるぐらい分かれております。と。はい、神田。んで、 えー、今までね、2週迷い切りの時に、えー、2週負けばしを注目で、えー、事前調査で、えー、っと、確か、えー、ステイフーリッシュですね。こちら注目してみますってことで紹介しました。えー、中距離0ね、初めてのこの中距離0経由のはね、中距離0が、 えー、他のレースよりタフやで、ちゅうことで、タフなレース買ったこのまね。で、2着のアイスバブルね。えー、1. 何倍の馬に、えー、このままの圧勝ってことで、このまま注目してみますって言ったんですけど。うん。えー、いろいろ言てきましたけど。はい。プラス、えー、ルーカスが結局出てくると。はい。出走回避のつもりで前回紹介したんですけど、出てくると。はい。で、えー、いろいろ考えて、えー、出した結果がですね。はい。えー、こちら、印順行きましょう。 はって思われますけど、多分、うん、はって言う、これ。はい。すいません。えー、と、前回までね、えー、ほとんど、えー、その前奏のデータしか重視してなかったんで、フラットレイさんですね。すいません。この馬、えー、全くノー立っちゃったんで、はい。改めて、この馬を本命っていうことにしておきます。はって思ってる皆さん。うん。私もはです、これ。はい。フラットレイ完全にね、えー、存在感なかったんで、すいませんね。はい。で、えー、ここも、本命対抗クロス三角までですね、もう、超、 イージーに。はい。共通点は何かっちゅうと、もう、もう一言です。はい。もう最強外人です。もう、おもんないぞって言ってる方。うん、おもんないに、ね。そうやねん。おもんないに、ね。人気決着おもんなって言ってる皆さん。おもんないに、ね。しゃあないに、ね。しゃあもうね、そんなね、最強外人ね、えー、嫌ってね、えー、変にね、穴こうってね、カッコつけてね、えー、馬券外す方。あそんなんやったらもうね、素直に最強外人買っちゃってください。もうこれでいいんです。もう、以上です。はい。ね、選手ありまきね。 ね。はい。結局、二着誰来ましたかって。はい。二着誰来たんですかって。結局ね、ま、竹雄高さんの北三ブラックは特別として、結局ね、二、三着ね、結局外人さんですよもう四着の負け、デムちゃんも含めて外人さん。ね。内枠のクイーンズリングルイちゃんやったら怖いでーって言ってたね。え、穴も置きました、ちゃんと。はい。結局ね、もう外人さんなんですよ。はい。ね。もうそれ。もうそれだけ、クイーンズリングの仲間にご適正なの分かってますよ。うん。 じゃあ何で決まるか。満場です。内枠、ごまかし聞く内枠、ルメちゃんなら来るでしょうと来たんですから。もう、もうここまで来たらもう最強外人もう外人さん。はい。で、えー、今までおったね、えー、ボーマンさんとかね、えー、他にもいましたね。アゼーゼンさんとかいろいろいましたね。はい。 したるけさんとかね、しってる方とか、趣味ってる方とか、はい、皆さん全員も有馬記念で3位ならしちゃったんで、有馬記念のね、週で3位ならしちゃったんで、残ってんのは、いつも通りの最強怪人、プラス、えー、もう一人の最強怪人、シータイムっちゃんですね、はい。もうここですはい。もう以上。もう以上。もう言うことない。はい。えー、フラットレイさんは、ね、えー、いつも通り、藤沢さんとこにるめちゃん、はい、去年、レイディオロ、ソウルスターリング、サトナライス、ね、2歳、G1、 えー、ホープフルも含めてもうそうなめでしたね。はい。もう藤沢さんとこにいるめっちゃん、えー、生産者、ね、ノーザンファン、間違いなく。 ガチでしょうね。はい。堀さんに最強返しいつも言ってますね。はい。今回、デムちゃん。はい。もうここでしょうね。はい。で、まあ、ここは松田さんね。3番で松田さんなんですけど、シーデムちゃんってことで。んで、この馬、えー、シーデムちゃんだけじゃなくて、まあ、一応こんなん帰ってたら一応能力高いのはタイムフライヤーと思っとるんで、はい。もうタイム DM、対戦 DM を含めてタイムフライヤーが確かに能力高いのは分かってます。はい。まあ、この馬押さえてるバッチャないでしょうっていうことで、はい。もうここですね。はい。で、一応もうちょっと噛み砕くと、フラットレースさん。 はい。えー、ハーツくらいンクね。この舞台、あんまりよろしゅうないって私、前回言っちゃったんですけど、言っちゃったんですけど、逆にね、金亀とか、えー、ディープ、そんなね、強いもおらんし、特に今回金亀ンクがおらんと。はい、もうそうなったらもうね、消去法で言うともうハーツくらいかなと思ってます。で、えー、ここ、注目すべきは父親じゃなくて母親ですね。はい。リッチーダンサーさんですね。はい。リッチーダンサーさんちゅうたら、はい。バウンスシャッセね。はい。父親違いますけどね。母親バウンスシャッはい、ここ。 バウスジャスさん、どこ勝ちましたかちょっと波荒かったように見えますけどね。5勝。あと10回着外と。ね。勝ち負け。ね。派手な馬に見えましたけど。はい。ここも藤沢さんのところで、キャラとハム、ノードハムってことで一緒なんですけど。はい。ここ、どこ勝ちましたかって言ったら、フラワーカップの後ね、どこ勝つのかもと中山ヒンもう完全に中山候補者です。はい。確かこの中山で3勝あげとるんで、お母さんの知恵考えたらやっぱりね、ここはね、中山が向いてると思いますわ。で、 えー、今回4コーナーで小回りという器用な競馬を求められるわけですけはい。まあ、札幌新橋戦でね、もう見てみましょうかです。もうね、超いいです。もう外顎引いちゃってね、えー、外外回る形になったんですけど、小回りの4コーナーの中ね。はい。オレンジの外からずっと回ってるんですけど。もう中山2000らしい、2000に合いそうな競馬してます。はい。えー、4コーナー、いや、3コーナー手前ですね。はい。から、外分回してまくっていく競馬なんですけど。うん。 まあまあ、しんばせんというでもね、なかなかレベル高か、レベルっていうか、能力高かったなと思ってね、こんだけね、何列目外っていうぐらい回って、もう全然余裕、もう全然、もう圧勝ですもんね、はい。もうこっからの足が違いますね。うん。どっちかっていうと、じりじりまくっていくタイプっぽいんで、見た感じ。はい、もう余裕ですね。この競馬仲間2000ならありでしょうってことで、はい。4コーナークリア、小回りクリア、はい。外回してもクリア、オッケーでしょうね。はい。圧勝5人。で、えーっと、 多分この馬が評価は今回今人気低いとしたらこれが原因なんでしょうね。全員そうですね。はい。不良馬場。うーん。まあ、この前にとって不良馬場が合うか合わんかは別にして。ま、5着負けすぎちゃうのってことで評価,多分下が評価多分下がってると思うんですけど。はい。まあ、ただですね。まあ、この時、馬場も確か悪かったせいで、えー、前玉がそのまま勝っちゃったレースだったんですけども、見てわかる通りね、もう前玉がちに近かった競馬だったんで。うん。 それ考えるとね、えー、唯一刺されたの希望第一だけなんで、で希望第一とね、もうほとんど変わらんぐらいの着差やったんで、それ考えるともうね、もう行ったもんに追いつけんかったのしゃあない。うん。これはもうレース展開がしゃあなかっただけ。ね、不良過去なせんことはなかったっと。上がり、一応2位使えとるんで、はい。これもうしゃあないですわ。もう物理的に届かないってことですね。35秒、5ごうなし使っとるんで。うん。 まあ、正直、前目で競馬したらね、2着3着あったかなっていうあれだったんで、もう正直これね、物理的に届かないと言っていいぐらいの着差だと思ってます。これはしゃーない。うん。負けすぎとかじゃない。しゃーない。4、5番手追つして5着やろう。しゃーない。これがね、もっと後ろからね、2、3頭ぐらい刺されたらね、ちょっと考えてたんですよ。逆にね、前目2、3番手つけて後ろからボー刺されたらこれは考えてたけど、うん。これはしゃーなかったね。これ参考外でいいでしょう。はい。で、えー、フラットで本命と。はい。 で、対抗が、えー、ルーカスですね。こちら出てこないと思ってたんですけど、えー、結局出てきますって言ったら、そうですかと思ってたんですけど、えー、モーリスの弟ってことで、万世方ちゃうのってことで、この馬考えたら来年の春やなって言ってる方みんないますよ。うん、確かにいます。えー、けどですね、はい。えー、ほーばしーにもかかわらずね、大事トランと、この G1 出てくるっていうことは、ある程度自信あるな、できひんことなんで。はい。で、堀さんにちゃんとね、えー、最強会社に乗ってくれるんで、デムちゃんね、頑張ってくださ、はい。 はい。もう、堀さんに最強外人、えー、考えたらここやろってことで。まあちょっと一番人気がちょっと、うんなんですけど、まあしゃーないですね。はい。モーリスの弟ってだけで売れるんで。んで、えー、この馬も、えーえー、誰でしたっけフラットレボと同じく札幌戦8。あの、えー、用な競馬で買ってます。はい。まくって買ってます。で、プラス、ね、言うてますね。毎回物差し。リッシュブールさんですね。えー、最強、最強うん、今世代、最強に近いクラスやったリッシュブールさんに買ってますと。はい。 で、リシュブールもね、この後、えー、前、京都2歳で紹介した通り、ケーティック・レバーですね。はい。ケーティック・レバーに負けたんですけど、このケーティック・レバーが結局京都2歳で構想を見せたと。うん。これ考えると、やっぱリシュブールの物差しは間違いじゃなかったなと。はい。ってことはもう今回ね、新馬戦で、えー、リシュブールさんに勝ったルーカスさんね。この中の2戦やったらありかなと思ってます。はい。うん。ね、ロベルト・ゲアス・クリーン・ヒーローってことで、この舞台向くでしょうね。はい。 で、トースポ2歳、えー、届かず2着と。まあ、これはちょっと相手が、ドハマりしすぎたんで強かったと。で、ルーカスこの時、行き足とかずつ後方からのけばあったんですけど、えー、どんな足とってくるんかなと思ったらしっかり2着取られたんで、やっぱ能力はあるなと。はい。思いました。改めて思いました。はい。で、えー、ここね。はい。トースポ2歳、ね。えー、東京の G3、1800メートルですね。はい。ここで2着に敗れた馬が、 はい。中山の 2000G1 で巻き返し。あれ、これどっかでリンクするなと思った堀さんとこのまドラメンテやね、これ。これドラメンテや、これ。これドラメンテと一緒これ。ね、共同通信杯2着に敗れたドラメンテが、はい、この後ね、サツキで差し切った感じなんで、あ、これなんかリンクしてるなぁと思って、まあ特にそれだけなんですけど、はい。 ちょうどこれもね、ディープサンクの福永さんが乗ってるわけなんで。ああ、これ、リアルスティールとなんかリンクするなーと思って。あれ、確かリアルスティールの福永さんでしたよね、ここ多分ね。確かそうでしたよね。そうですね。はい。もうそれ考えると結構リンクしちゃうんで、ちょっとこれ応援しようかなと思ってます。はい。うん。結構リンクした。東京線8の G3 から中山ね、2000メートルの G1。なかなかできすぎた、えー、この物語ですね、これね。はい。 中山の G12000 なんて今回初めてできたわけなんで、ちょっとこれリンクしすぎてちょっとびっくりなんですけど、びっくりなんですけど、はい。了解です。わかりました。ありがとうございました。はい。3番でタイムフライヤーですね。はい。このままが一番能力高いんです。けどうん。高いんやけどはい。えー、前回も言った通り、やっぱ長い直線でね、スパーンと足使える競馬が向いてると思うんで。はい。前走ね、えー、グレイグルに負けたといえどもね、まあ、内回り、えー 特に問題ないとは思うんですけど。ちょっとやっぱ長い直線の方向,向いてると思うんで、今回も多分ね、ちょっとね、厳しく2、3着ぐらいかなと思ってますね。うん。能力あるのは認めますけど。はい。ちょっと舞台が向かないかなと思ってます。はい。まぁ、あ、c、M、ち無茶なんで2、3着あるかなと。もうここ最強外人で決まってくださいと思ってます。で、え4、5番手に、前まで注目をしとった馬たちですね。サンリバルね。はい。この馬が、まあ、 ちょっとね、競馬かじった方やったら、この馬から買おうって方が多いでしょう。はい、超イージーに、中山2000で勝ちましたと。はい、同じ舞台で勝ちました。プラス、中山で田辺さんと。はい、この馬美味しいんちゃうってことで。まあ私もね、ちょっと前まで対抗とかにしてたんですけど、うん、いいんかなと思ったんですよ、超イージーに。うん。やけどね、結局ね、 田辺さんね、確かに中山とか強いよって言うんですけど、面白いよ一発あるよとかあるんですけど、結局ね、まあそれは確かに去年とかね、一昨年は結構そういうイメージあったんですけど、結局今年ね、田辺さんそんな重症仕事出してないよね、多分ね。うん。結局最強外人とかにね、持ってかれて、田辺さん結局ここ突き抜けてきたかっていうース多分なかったでしょうね。うん。いやー、菅田近年のロゴタイプぐらいです。 うん。あれ以降、結局ね、田辺さん面白いよって毎回私もね、ちょろちょろ言うてるんですけど、結局来てないよね。うん。結局来てないっすわ。うん。ね。ありまき当選ビクトリー、ちょっと押しましたけど、うん。ね。いい競馬だったんですけど、結局いい競馬したところで馬券には絡んでないです、結局。はい。トモトサンリバルおそらく4着の気がします、これ。前線マですね。はい。わかりました。ありがとうございました。で、ステイフーリッシュ、今度から一番面白いよってね、中級2000、ね、タフのレースで勝って、ね、アースバブルに、えー、強い競馬したんで、 いいかなと思ったんですけど。はい。もうここも超維持に。アンジョ中谷さんってことで5番手まで下げました。やっぱり腐っても G1 なんで。はい。まあ、えー、去年とかよりね、えー、精神面で落ち着いてますって本人言うてるんですけど、まあ、そういうでも G1 なんで、多分テンション上がりますこれ、馬以上にね、中谷さんがテンション上がる。これ、うん。あかんね。重症すいません。とりあえず重症買ってください。はい。まあ、ここね、買っちゃうと、えー、史上最短ですかこれ。 ねえー、何でしたっけ、えー、デビューしてから何日目で最短で勝利みたいななんか記録あるらしいですね。頑張ってください。確かにすごいな、これ。仲一緒で GM な。これ買ったさ、すごいわ。うん。それだったら俺おめでとう、ていうか、お前やりました、で俺。すいません、それだったら本命でやっといてよかったっていうところは、多分厳しいと思うんで。はい。ステて後に金仮面面白いんですけどね。うん。 面白いゲットなんですけどね。で、ロベルト履いててね。うんって紹介したんですけど、すいません。やっぱり G1 になったらちょっとまだな。これ、形成配とかした方いなと思ったんですけど、さすがに腐っても G1 なんでね、レベル大したことないといえども腐っても G1。5番手しておきましょう。はい。で、あとは星印ですね。はい。ジャンダルモンも星印止まり。はい。えソット枠引いちゃったし、やっぱマイル適正なんで、ここやっぱチャレンジって意味では、やっぱこの後ですね。えー、 うん、バケルドしたこの後ですうん、ここは多分死運転ですね。はい。あとまた、一応、シャルマーニュ、ジュンバルロ、マイハートビート、トラインまで押さえときましょう。星マークでね。はい。で、えー、これに加えて、ここ枠順ですね。はい。えー、一応、えー、過去10年調べても、阪神含めて、もしゃあないんで、過去3年で見ると、 はい。えー、3年前、16、7ですね。えー、2年前、6、9、8。はい。去年、この最強のレイディオール除くと11、6と。はい。ちょっとレイディオールだけちょっと都合よく残かせてもらうと、えー、6番から11番で馬券が成立しておりますと。ってことです。シンプルい中枠ですね。はい。打ちすぎたら一応スタートが正面スタンドから始まるんで、ちょっと芝が痛んできて、うちはよろしゅうないと。で、包まれるかもしれない、うちはよろしゅうない。 かといって、ピンク枠、あるいはオレンジ枠入って、13番以降、12番以降ぐらいかな、なると、えー、外すぎて厳しいと。ババアはいいとしても、外すぎても一度り的に厳しいと。そうなってくると、超一位、中枠と。そういうデータ出とるんで、はい。今回もそういった意味ではね、この本命大国、六三角、まあ三リバルも含めてですけど、この7番から11番、6番からまあ11番ですね、トータル。うん。ここに入ってんのは、もしかしたら枠順的に恵まれた3とちゃうんかなと思ってます。 はい。もう、いいでしょう。最強外人でいいでしょ。ポジション取りとかも間違いなくうまいん、ね、で。ペースのみ。やっぱ、ルメちゃん、ルムちゃんうまいですし、ルメちゃんも。うん。遅かったら前ケるし。うん。ポイントですね、これは。うん、ポインティって、これは。うまいと思うで、これ。うん。簡単これ。超意地よ、今年は。はい。ね。はい。もうね、最強外人でいいんですよ、もう。はい。去年、ね。レイディオロとマイネスフェン。趣味った方も来てたんで、去年も外人2人ですわ。 はい。3年前、ハートレイ、ロードクエスト、バティスティーニ人気決着といえども、ボーマン、デムちゃん、ルメちゃん。はい。ここも外人決着。はい。これ考えるとね、もう最強外人なんですよ、もう G1 は。はい。まあ、去年 G2 でしたけど。で、3年前は、中途この時もだね、えー、正式に日本、 扱いですか ?GRA の奇襲、まともになってなかったデムちゃん、ルメちゃんなんで、まあ、ここに知らないですね。で、この時確かデムちゃん、ルメちゃん乗ってなかったんちゃうかな、まだ。ですね。3年前はまあ参考会でいいでしょう。はい。もうここにね、中山とか知り尽くした男たちは、はい。もう、もう、手に取るようにわかるんでしょうね、ババが。はい。で、日曜日もね、デムちゃん4着、えー、ルメちゃんが2着ですか。間違いなくババは読めてると思ってます。はい。 で、えー、ここのコースに強い式種ってことで、過去3年見てみますと、ま、崎さん、田辺さんはそれはね、えー、普段お東おるんで分かりますわ。はい。ここら辺は確かにね、蔵多いし、ね、勝率いいの分かるんですけど。はい。ルメッチャン。はい。すごいこれ。乗り蔵少ないくせにこの成績これ。なんと勝率34%。3着以内68.8%。うまい。デムッチャン。むっちゃん 勝率15%やけど、三着にあいつ 60%! すごいや、もう連帯で50超えてるからね、こいつは。はい。で、シレムちゃんはって言うとね、CM ちゃんはもっと少ないくせに、なんと 2103! すごいまあ、すごい,、まあ、すごい結局そういうことや。田辺さん、戸崎さん覗くと結局ここやねもうもう過去3年でしょ。もうここやねんって。 はい。了解です。これ、同コース着回数って多分2000メートルの中身のことでしょうこれ多分。はい。ちょいじです。勝率ね。はい。デムちゃん、ルメちゃんがやばいですよ、これ。はい。以上です。もうこれ言うことないです。もう語ることありません。もう。はい。ということで、え、印は10等で割っておきます。 はい。ということで、ホープフルステークスは結局最強外人ってことでいきます。はい。で、10万円の最後の行方ですね。これね、今年最後、えー、妄想爆見えまれんボックス、とりあえずこの最強外人3頭のボックス買います。で、3連スフォーメーション、一応軽く買っうときましょう。えー、上位3頭からフォーメーションで5頭ですね。上位5頭の印で、最後が10頭ですね、印。はい。ここはもう軽く200円しか買いません。で、えー、3連単ですけど、本命、えー 黒三角対抗ですね。これを4000円。で、一応最後に、本命対抗黒三角の土本線を2万5千3連単ピューンって買います。はい、ね。これが当たると、えー、今年のマイナスが消えますと。はい。はい。一撃ミッションですね。一番下ね。2万5千円やからね。これ意味わからん桁かけてますけど、ちょっと夢見させてください。はい。えー、もうね、今年最後にね、来たらばいいね、これね。 ルメちチャン、デムちチャン、デムちチャンで、一撃ミッション。ビークボーナスはい、ありがとうございました。もうフィーバーですよ、これ。あ、おめでとう。当たったけど、男も。これ、着順逆やったら、うわー、夜中の方また。うわー、ありまきねみたい。うわー、夜中、これ。うわー、スワーブリチャード4着ってまた言うんやろな、これ。うはっは。頑張って。<laughs> 外人。<laughs> 弟ともこれで決まってるんで。外人頑張ってください。はい。ということで、ホープールステークスは以上で終わります。えー、副賞生活、ちょっと明日また仕事なんで、ちょっと忙しくてもうめんどくさかったんですいません。えー、っと、もう来年、気力来年からまた始めさせてもらいますんで。はい。 一応、ホープルステークスの結果、一応今年の総括は一応、えー、今年年内にやろうと思ってるんで、最後それで多分終わると思うんで、よろしくお願いします。はい、ということで以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。